皆さんこんにちは。ママの起業を応援するサロンビジネスコンサルタントの野村優子です。私はお稽古サロンの起業集客営業コンサルタントをしているんですけれども、当然のことながらですね、なかなか集客ができないっていうお悩みをご相談いただくことが一番多いです。でたくさんの、ね、女性起業家さん、ママ起業家さん、自宅サロンを運営されている方、お話を伺っていると、集客がなかなかできない理由っていうのが2つありますので、それを今日はねお伝えしていこうかなと思います。まず1つ目なんですが、圧倒的に情報量が少ないっていうのがあります。まず集客をする上で、一番最初にね必要なのが商品情報だとは思うんですね。で商品のお写真なんかはよくインスタとかねホームページなんかにも載っているのを拝見しますけれども、そこに必要な情報全部書かれていますかね。ホームページブログあたりだと割と書き込んでいる方が多いので、しっかりと情報も載っていることも多いんですけれども、私クライアントさんとかのインスタを拝見していると、写真と商品名ぐらい入ってて、それだけで終了とか結構あるんですよね。価格がいくらなのかとか、何個できるのかとか、大きさはどのぐらいなのかとか、どんな材料を使っているのかとか、意外と書いてないこと多くてびっくりすることがあるんですけれども、その商品そのものの情報がまず分かるというのは第一になります。はい、でね、特にインスタとか多いんですけれども、自分の情報ってこうなんだろう、もうすでに知ってるだろうって思って配信されてる方多いと思うんですよ。でももしかしたらその投稿を見るのが今回初めての方とかもいらっしゃるかもしれないですよね。ですし、最初の時はこうなんとなく見て読み飛ばしてたけど、見ている間にどん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 興味を持ってきて、あれ実際通うとしたらどこなんだろうとか、そういうふうに、場所、基本的な場所とか時間とか、そういう基本的な情報っていうのを毎回毎回入れていく必要があるんですね。例えば最初の初期の頃にね1回入れたとしても、その投稿を見るのが今回が初めてかもしれないし、初期の時にその投稿を見ていて、でもあまりその時は興味がなくて、何回もこう投稿を見ていくうちにやっぱり興味を持って通ってみようかなって思うっていうこともあるかもしれないですよね。ですので、その基本的な商品の写真情報と、あとは所在地とか時間とかっていう基本的な情報というのは毎回毎回その投稿の中に入れていく必要があります。これ意外とねされてない方多いんですよ。そしてそれはもう大前提、ここまではやっている方はね多いと思うんですけれども、あとその次にここに行ってみようかな、どうしようかなって思ってるお客様が気にするところって、どんな場所でやるのかな、どういう先生が教えてくれるのかな、実際のレッスンって何人ぐらいなんだろう、どんな雰囲気の中でやるのかなっていうのが気になるポイントだと思うんですね。で商品情報はいっぱいアップしていても、お教室の基本的な情報をアップしてないところ方ってすごく多いんですね。もう圧倒的に多いです。はい、お教室の中のお写真とかってアップしてますかね。例えば先生、あなた自身のお写真ってアップしてますか。ここを載せるだけでね、だいぶお客様の入り方って変わってくると思います。私なんかもたまにこうライブでこんなお教室でやってますみたいな動画とか撮ったりとか、レッスン中の風景の写真なんていうのもよくブログにアップしたりするんですけれども、そうすることでお客様が行った時にどんな雰囲気の中でやるのかなっていうのが想像がつくと思うんですね。ですので、それは必ず入れてあげた方がいいかなと思います。顔写真に関しては副業でやってらっしゃる方なんかはどうしても出せないっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、そういう方はですね、例えば人となりが分かるようなものを入れてあげるといいかなと思います。例えばね、お洋服とか、ね、この首から下を撮ってみて、こんなそのお洋服の雰囲気とかでも感じて分かるじゃないですか、という首から下のね写真を撮ってみるとか、あとはそうですね、ティータイムのテーブルウェアの写真を撮ってみるとか、そのどんな
こうテーブルウェアを使っているのかによっても雰囲気って違うと思うんですね。とかあとはお気に入りのお部屋の中の、お写真だったりとか絵だったりとかっていう飾っているものとかお花だったりとかそういう人となりが分かるものっていうのを、写真インスタの場合なんかは写真で出していただいたりとかあとブログなんかの場合には自分の趣味のことを書いてみたりとか例えば旅行が好きとかミュージカルが好きとかディズニーが好きとか何でもいいんですけれどもそういう趣味のことなんかについて書いていくでそうすることによって見ているお客様があなんか自分と気が合うかもしれないなとか共感を持っていただいてそういう方に来ていただくと実際にいらしていただいてからも会話も弾みやすいと思うんですね。なので、自分の人となりを出してみたり、趣味のことを書いてみたりということをおすすめします。そしてレッスンレポートもすごく重要なポイントになりますね。それもレッスン情報の一部だと思っています。どんな雰囲気でね、何人ぐらいでやっていてお子様連れが OK なアットホームな感じなのかそれとも大人だけでねアダルトな感じで進んでいくのかとかねその雰囲気も分かりやすいと思いますのでレッスンレポートも一つの情報として開示してあげるとお客様はイメージしやすいと思います。でこの一つ目がですね情報量をたくさん開示していきましょうというところになっていきます。二つ目がペルソナ設定が、定まっていないになります。ペルソナという言葉を聞いたことありますか？私もビジネスを学ぶまではペルソナなんて言葉知らなかったんですね。いわゆる理想のお客様像のことをペルソナと言います。よくターゲットなんて言葉をね聞いたことはあると思うんですけれどもターゲットよりより細かく設定したものがペルソナになります。例えば、30代女性主婦とかだといわゆるターゲットなんですね。これがペルソナになると、30歳、主婦お子さんは4歳の幼稚園に行っている子供がいて、その幼稚園に行っている間に、少し時間ができたので自分の趣味を探しているとか、日々のね生活の中でのリフレッシュタイムを探しているとかでそのリフレッシュの仕方も例えば温泉に行ったりとかマッサージに行ったりみたいな緩ませるようなリフレッシュではなくって、何かを学びたいとか、新しいことを体験したいとかこう性より動の方に重きを置いている方とか、好きな音楽は安室奈美恵ちゃんでとかなんかそういう細かい雑誌読んでる雑誌は何々でみたいな形ですごくね細かい、設定をしていくのがペルソナ設定になります。でそれを設定することでどういう風になるかというとペルソナが求めているもの、一人の人物像ができると、そのペルソナがどういった時間を求めているのかとか、生活の中にどういうものを求めているのかとか、そういったものが分かるようになってくるんですね。例えば、そうですね、自分自身に一人で集中して何かを作りたいタイプなのかとか、あとは親子の時間を大切にしたいから親子で何かできるものを探しているのかとかそういうところがはっきりすることでその提供するレッスンの内容というのも変わってきますよね。例えば、自分一人で何かを集中してやりたいのであれば細かい作業でもいいと思いますし親子で楽しみたいというのであればまず学校がお休みの土日や祝日の開校で、お子さんでもできるような簡単な作業でみたいなところになってくると思うのでそのペルソナ設定っていうのをしっかりしていくことで、そのお客様が求めている、商品開発っていうものにもつながってきたりもします。それからペルソナ設定がしっかりしていると告知の方法も変わってくるんですよね。例えば、まだ授乳期間のような乳児を抱えているようなお母さんだとなかなか一人の検索する時間とかってないと思うので例えば授乳をしながらちょっと携帯でちゃちゃっと検索をするとか寝かしつけた後に携帯でちょっとネットサーフィンをするとか
そういう方に対しては例えばインスタなんかだと、パッと情報が取れて、検索をしやすいと思うので、そういうペルソナの場合はインスタでの告知を力を入れていく、もしくはワーキングママさんがペルソナだったとしたら、例えばお仕事の行き帰りの電車の中でこうブログとかを、ね、読み込む時間があったりするかもしれないので、読み込めるようなちょっとしっかりめの内容の、ブログを書いてみるとか、そのようにペルソナが決まることで、発信の方法っていうのも変わってくるんですね。私のクライアントさんなんかにもね、ご相談いただくと、まず最初にこのペルソナ設定っていうのをしていくんですけれども、もう本当に悩むんですよね。すごい悩むんですよ。ここがね、でもブレているとなかなかこうピンポイントの集客、理想のお客様っていうのは来ないので、ここはしっかりと時間をかけて作っていく必要があると思います。これがずれてるとね、自分の理想とするお客様とは違う方が来てしまったりとかするんですよね。例えば、お子様連れでも OK なアットホームなお教室にしているのに、その発信をしていなかったら、あれ来てみたところでなんか子供たちがわちゃわちゃしてて全然集中できないっていう風になって、でお互いにお客様もこちらも気を使ってなかなかこういい時間を過ごせないっていうこともあるかもしれないですし、ペルソナがしっかりしていれば、例えば継続性を持ってどん通っていただいて、こう継続して通っていただくことでこんな姿になりますよっていうご提案なんかもしやすくなりますよね。それがしっかりしていないと本当に単発でポンと来て去っていくみたいな、一回完結の方っていうのが増えてしまったりとか、そうするとなかなか毎回満席っていうのを作り出すのが難しくなると思いますので、理想のお客様に長く通っていただくためには、やっぱりペルソナ設定っていうのをしっかりとしていく必要があります。でよく言われることですけれども、ビジネスはお客様の問題解決ですってよく言われるんですが、そのペルソナをしっかり決めていただいたら、日々の中の悩んでいることとか、もっとこうだったらいいのになって思っていることっていうのを洗い出すことができれば、そこを自分としては自分の商品としてどうやってそこを埋めてあげるか、そこを満たしてあげるかっていうことを考えていくことによって、商品が決まってくると思っています。商品だけでなくって、例えば過ごしていただく環境ですよね。お子様連れで通いたいというペルソナが持っているニーズがあるとしたら、そこに対してもちろんお子様連れで来ていただくっていうのはもちろんですけれども、例えばおむつ替えスペースを用意するとか、キッズスペースを用意するですとか、途中で授乳や寝かしつけに入っても大丈夫なような、余裕のあるレッスン構成にするとか、そういった準備ができると思います。商品や環境作りっていうのにもペルソナ設定っていうのは非常に大事なポイントになってきます。でこのペルソナっていうのは、一度決めたらね、一生涯貫かなければいけないっていうものでもないんですね。まず設定していただいて、やっていくうちにどんどん変わっていくっていうこともあります。私も実際ねやっていくうちにどんどん変わっていって、変わっていったりとか、あとはより細分化されていったりとかで変わっていくものなんですけれども、大事なのはその時その時のペルソナに対して、ペルソナが持つ問題に対してそれを解決できるようなご提案をしているかっていうところになります。ですので、起業初期、だいたい軌道に乗ってきた時、それからこれからどう展開していきたいかみたいな時に、それぞれのポイントでペルソナを考え直してみていただいて、そこに対する問題解決っていうのを考えていくと、どんどんステップアップができるかなと思います。というわけで今日はサロン集客がうまくいかない大きな理由を2つお伝えしました。まず1つは情報をしっかりと開示していくこと、それから2つ目に、ペルソナをしっかりと設定する、この2つを見直してみていただければお客様でいっぱいの人気のサロン作りにつながっていくと思いますので、ぜひ取り組んでみてください。こちらの YouTube の備考欄に私の個人 LINE アットの
アドレスが入っていますので、そちらからご登録いただきますと直接1対1でのやり取りができるようになります。具体的にね、私のペルソナってどんな風に設定したらいいのかなとか、情報発信の仕方って合っているかなですとか、どうやって進めていいか全くわからないですとか、何でも結構ですのでご相談いただければ真摯に対応していきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。